花尾義郎の音楽魂。はい、こんにちは、加納義郎です。一週間ご無沙汰いたしました。音楽魂、加納義郎の音楽魂、今日もね楽しくやってまい、りましょう。おなじみ松下としみさん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速ですけどもね、はい、今日のゲストをご紹介しましょう。はい、from Australia ね、グレイビートレインの二人です。イエイ、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本語できる？あの挨拶だけちょっと。ありがとうございます。あのもうあれですか、あの日本は何度も来てますか？これ2回目で、うん、去年3ヶ月、10月から7月まで、はい、と今回7月から10月までの、はい、今回2回目なんですけども、はいはいはい、はい。なんかね、あのグレイビーは一回ライブハウスでね、荻窪のほら、あの会ってね、あの内海さんとかと一緒にやらせていただいて、はい、それで僕は知ったんですけども、あのそのこのお二人のね、まあ、あのインストゥルメンタル、あのタスラッピング、はい、スラッピングギターとね、はい、あのパーカッションがね、かなり強烈に印象に残っているんで、すぐ誘いましたね。光栄です。ありがとうございます。それでね、たまたまね、僕の昔からの友達がね、あなたたちの友達だったのね。はい、この番組もね、来たことあるんですけども、はい、ジェリー・メラーですね。イェイ。イェイ。ジェリー・メラーです。手前でしょ、世間。ねえ。知ってたんだね。そうそうそう、もうねえ、よく一緒にセッションしたりとかする。へえ、もうあなたとはね、もうまだお互いに若い時からね。僕19歳です。19だっけ？アメリカに行く前だから、本当19歳の時。アメリカに行っちゃったんだよね、行く前に。そうなんです、福岡で箱番やってた頃。あ、カントリーとかもやってたでしょ。そう、カントリーもやってましたんで、ね、仕事で。そうそうそう、もともと九州にご縁があったんでしたっけ？そう、あの両親が九州なんですけど、まあそれとは別で、あの箱番、うん、結構いろんなとこでやってたんで、なんか、なるほどね。加納さん見たら衝撃でしたよ。なんで？いや、もうなんかかっこよくて、本当になんか、あの弦楽シリーズみたいなのが入って、あのホールでやったじゃないですか、あの歌歌って、すごいやったやった、ジャージーな歌だった、そう、あのね、リングクロスビーみたいな感じの。そうそう、あの時はね、あのそういうことする人あんまりいなかったのよ。ヤマハの、うん、あのポピュラーソンコンテストって1回だけ僕出て、うんうんうん、でちょうど長渕くんが、長渕とその時友達になったんですよ。長渕くんもその時九州大会出てたんだよね。そうそうそう。でどういうわけか、僕が受かっちゃって、それで妻子行ったことがあったの。ああ、そうか、そうか。その時に、あの弦楽四重奏で、はい、あの僕が歌だけでやってみたかったのよ。ああ、混ぜてたんだよね、もう40年ぐらい前。うん、そういうことはありましたけども。まだ生まれてないです。まだ生まれてないです。あなたたちはもうね、今の人たちだから、今の人たちって。Gravy, how old are you? I am 25, so... 25? 25歳。25歳。25はわかるよね、俺だって。そう。My birthday was recently. 7月30が誕生日だったんですよ。あ、そうなんだ。はい、日本で。Happy birthday! 日本でバースデー。本当、はい、俺のもう息子って言ってもいいぐらいだね。あ、そう、僕の息子と同じ年。僕の娘って今もう30だから。あ、そうなんです。あ、そうなんです。そうそうそう。でもね、うん、I'm an old man. But young heart. Young heart. ありがとう。あ、ね、only old man. いや、でもね、このグレービートレインっていうね、あの日本でも、いろんなところでね、これ今動画撮ってますけども、この、ライブのお知らせも後からね、ご紹介したいと思いますけどもですね、まず二人のね、この生演奏、これちょっとね、再現できるかどうか、この狭いスタジオでと思ったんですけども、あ、怒られちゃうね、狭、はい。いや、でもね、それちょっとやってみましょうか。はい、今日生のね、皆様にね、はい、聞いていただきたいと思う、はい、グレイビートレインのね、演奏。やってみましょうか。何からやりましょうか。出来たてほやほやというか、まあ、日本に7月に来てから作ったドリームウォーカーっていう曲を、うん、あ、
これオリジナルのオリジナルの。ああいいね、はい、ちょっとじゃあそれ聞いてみましょうか。はい、やってみます。はい、このね、それ今のパーカッションですけどもですね、はい、これちょっと皆様にこうラジオの皆さんはねご覧になれないと思いますが、あの動画でね、あのまたお楽しみいただきたいと。それ何よ？ラブドラムって言ってロシアの楽器なんですけども、へー、鉄製のスリットドラムで、うんうんうん、切れ込みが入ってるんですけど、その大きさで音階が変わってるってやつ。すごくその美しい音色というかね、はい、なんか幻想的な。そうですよね、持ってかれるんですけど、ね、だから2人で弾いてるとずっと弾いてちゃうので、はい、ねえ、はい、ですよね。これ今ドリームウォーカー、はい、ね、本当にね素晴らしい、ずっと夢の中を塞いでなんか歩いてるようなイメージで作ってますけど、2人がそのこうやって、はい、まああのパーカッションの東健二さん、はい、それでグレイビーと、はい、
まあ、東健二さんっていうのは東ってあの東って書いて東で、あ、そうです、はい、珍しいですけど、はい、僕はね福岡生まれなんですけども、はい、僕の同級生にね東洋一くんっていうのがいて、あ、そうなんです、東洋一って書くんです、あ、そうなんです、東洋一、東洋一くんって、ね、九州結構東っていう方多いんです、あ、そうなんですね、はい、どちらが出身、まあ、あの父の母方が九州出身で、あ、はい、やっぱりね、はい、ハンサムの人が多いから、あ、なるほど、いい男が多いのよ、結構いい男が多いと思います。それで何、はい、そのオーストラリアで2人が知り合った、そう、僕がオーストラリアに3年ぐらい住んでたんですけども、うんうん、その最後の年に彼と出会って、あのバーで彼が一人で弾いてたんですけども、そこで僕が飛び入りしようと思ったんですけど、最初僕もあのグレイビーがパッカッションできるから俺はパッカッションいらないんだっつって言われて、あ、そうかそうか、ギターで叩いたりできるんで、一回だけやらせてって言って参加したら うまく噛み合ったので、そこから一緒にやるようになったんです。そうか、そうか、そう、ギターをこう叩きながらギターを弾いて、はい、その中にこういう今の音色とかって、ね、ね、素晴らしいですよね。それはまた新しい、そうですね、これはハピドラムっていう、これはアメリカのハピトーン社っていうところが出してる、ハピドラム HAPI で、UFO モデルです。 UFO モデル、 UFO モデル、 すごいねそれ、はあ、はい、それどういう音が出るの、ちょっとこれは聞かせてください、はい、うん、それはまた違う感じの、ね、え、はい、そうですね、そうだね、バリのガムランとか、あ、ガムランとかそういうね、はい、ははで、まあ、まあこれに合わせてまた彼がまたいろいろ作ってみたいな感じです、ね、なるほどね、はい、グレイビーは日本はどうなの、ちょっとトランスレートしてください、How is Japan? Or Japanese life? あ、簡単だよね、俺の言い方Japanese life、うん、very different to Western culture、 西洋とまたちょっと違いますね、うん、but、I think it's very nice, I really enjoy it that、people have so much respect here、うん、and、very good attitude、and great food、 飯うまい、うん、飯はね、みんな優しいし、うん、and、lots of talentin the music scene、 yeah. なんか才能あるミュージシャンが多いような気がする、なるほどね、あ、この間一緒にやらせてもらって、はい、僕はまあ普通に歌うだけなんですけども、はい、なんかねグレイビーとちょっと話してね、はい、なんかね歌がね歌いたいとかっていうね、ちょこっとこの間言ってたんですね、でその金尾さんの声が、うん、彼のこう頭の中で響いてるなんか理想の声になんかすごい近かったみたいで、あ、そうなの、それで声をかけたんだと思うんですよ、ね、ああ、はい、そうかそうか、なんかね嬉しいよね、俺にロンドン行った時も、はい、自分のオリジナルをまあ、ほとんど歌ったんですよ、日本語で、はい、それで、まあ、ストリートとかもやったんだけども、はい、その時にね、なんかね感じたのは声質とかそういうもので、うん、僕らはほら洋楽聴いてたみたいに、はい、そういうのでこう受け入れてくれるんだよね、向こうの人ってね、だからこう言葉は分かるとかじゃなくて、そういうのじゃなくてこう雰囲気、そういうのでね聴いていただけるっていうのがすごくね、はい、僕もねなんか自信がついたし、一緒に行ってたパーカッションの、まあ、人がいるんだけども、はい、彼がちょっとロンドン行くんだったらビートルズやりましょうとか言われたんだけど、なんで俺がロンドン行ってビートルズやんなきゃいけないんだっていうね話で、オリジナルで通したんですけど、それでもねなんかねいろいろストリートで歌ってて、その後にもねメイン会場があったんですけども、それはまあ要するにまあ日本の要するに大震災があったじゃない、東日本、あれのチャリティーのまあメインだったんですね、メインの会場にね、5階建てのビルにね、わざわざフランスとかね、そのストリート見てくれた人がね、はい、見に来てくれたりしたんですよ。結構高かったんだよね、あれ3000円とか4000円入場料取ったんだけど、まあ、それ全部寄付とかに当てたんだけどもね、はい、わざわざ来てくれて、言葉わかんないのね、だからそうですよね、なんかあんまりね、はい、そういう感じでグレイビーとかも気に入ってくれて、彼もいつも言って、なんか心でなんか
伝えるのが一番だって言ってるんで、よく。あ、頑張ります。あのいやいや、そのオールドマン彼もロンドンで育ったんですよ。え、そうなんだ。ロンドン、4 years。 あ、そう。エレキ、ずっとエレキでロンドンやってたんですけど、so, like, hard rock。 あ、ハードロックね。ブルーズ。あ、ブルーズ。あ、ブルーズ。ほんと。ハードロックね。で、4年やって、その後にアコースティックギターに変えて4年、今4年目なんですけども、このスタイルになって4年目です。ハードロックもかっこよさそうだよね。うん、それでまたね、あの2人のね、僕ね、あの、はい、知り合いのカメラマンがこの間来てたんだけど、はい、鈴木さんって言ってね、はい、あのよく撮ってくれるんだけども、その彼が撮った写真とか見るともうかっこいいのよ。もうなんかね、あのステージングがこう決まるというか、どっから撮ってもこう決まるっていう、そういうね、スター性がね、そうそう、スター性というかね、あの本当にね、あの、まあ、だんだん僕らの年になるとこう、なんていうかこう、あの衰えてくるわけじゃん。そうそう、心は若いんだけど、はい、これ肉体的によ、あ、結構どうしても、うん、くるわけだね。はい、あのでもこう すごく刺激になったね。ああ、もうなんかね、もちろん若さもあるんだけども、そういう人に見せるっていう部分ではね、はい、だからその輝きを失いかけてきたね、このオールマンがね。そんなことない。いやでもね、本当にね、なんかね、ああ、なんか素敵だなと思いましたね。でなんか2人ともなんかこう素直っていうか、あね、やっぱりそのね、性格っていうかね、はい、それでね、もう惹かれましたけど、ね。あ、はい、三浦さんはどうですかね、この二人見てて。二人ですか。もう可愛くて仕方ないです。もう、うん、マネージャー、プロデュース、全部、うん、ローディー、雑用、全部やろうと思って。一緒にね、なんか、ね、あの、うん、まだあの未定なんですけど、うんうん、アメリカのプロモーターとかエージェントの方に、うん、彼は紹介してて、で、あ、そうなんだ。そう、アメリカでそしたら絶対受けると思うし、なんか海外に回ってほしいですね。あとヨーロッパも友達多いんで、僕はすごくフランス。あ、なるほどね。うん、だからなんかグレイビーの CD をプロモーターが送っただけですごく結構反応あったんで、なんかなんとか世界に出てほしいなと。ね、うん、あの羽ばたいてほしいですよね。そうですね、うん、で僕はちっちゃい時に関係ないけど、あの大阪で育ったんですよ、ずっと11歳まで、うん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 、で彼が住んでる吹田で初め、うん、僕も大阪、最初育ったの大阪。あ、そうなんだ。吹田に住んでて8歳の時に初めてギター買って、うん、それからずっとギター弾いて、ね、それがきっかけだったよね、一番。そう、共通点が多かった。あと、ね、あのいろいろそのマイクヘッジス、いや、そう、あのマイケルヘッジスっていうギタリストがお互いに好きで、あ、ゴッドファーザー、ああ、そうだね、あ、マイケルヘッジスね、僕もそういう昔若い頃にやってたから、やってた、うん、だから本当に二十歳ぐらいの頃とかそういうの叩いたりとかしてやってたから、なんか、すごい近いと。So, Michael Hedges is like Jimi Hendrix. Oh, so that's this style. Yeah, tuning and slap. So that, ne? Jimi Hendrix. ね、あの、そうやってなんかこうつながっていくというかね、そうですね、素敵だなとか思いますけども、あの、まあ、本当にこう、ね、あの、まあ、日本だけの、まあ、マーケットっていうか、そういうものでもなくてね、うん、あの、いろいろこう羽ばたいてね、行ってほしいなとか思います。それでね、じゃあ続けてね、こうお話ばっかりになっちゃうんで、はい、あのもう一曲、もう一曲やっていただけますか。はい、次はちょっと日本のなんか雨が多かったじゃないですか。はいはい、その雨の音でできた曲、うん、レインソングっていう曲。レインソング、はい、やってみましょうか。はい、
またね、レインソング、はい、雨の曲です。ねえ、なんかこう現れるね、なんか。ありがとうございます。いかがですか、松下さん。もう聞き入ってしまう。なんか本当は写真撮らなきゃいけないんだけど、邪魔して。これね、こう自分たちで写真を撮って、この映像はね、はい、まあ、今撮ってくれてるキキさんが、はい、まあ、ダイレクト映像はこう流してくれるんだけども、はい、写真と一緒にそのオンエア音源をね、別に流してるんですよ。でその写真を俺たちが撮らなきゃいけない。俺歌いながら撮るわけにはいかない。撮り忘れる時もあるんだけど、こういうね、まあ、いろいろね、はい、やってますけども、これがね、ちょっとうまくね、この広がりがね、お聞きの皆様にその届いたかなっていうね、ただそれだけが僕はあれなんですけども、大丈夫だと、ぜひ、その山田さんがバッチリね、やっていただいて思いますけどもですね、いかがでしたでしょうか、グレイビートレインですけどもですね、はい、このライブ、ライブのね、はい、まあ、宣伝しておきましょうよ。ありがとうございます。9月からいろいろありますけども、はい、どうしましょう、これ、なんかホームページかなんかですか。そうですね、 Facebook、 インスタグラム、 Twitter をやってるんですけども、はい、はいはいはい、うん、あ、じゃあ読んでいただきますか、松下さんね。9月明日です。明日ね、はい、東新宿ワイズバー、はい、東新宿ワイズバーね、6日渋谷、ルビールームね。あ、ルビールーム、はい、7日、これメラさんはよくねやられてる、ね、そこで2人出会ったんですね。あ、そうですね、はい、じゃあ思い出の場所、はい、7日幡ヶ谷ヘビーシック、9月7日、はいはい、ヘビーシックでいいのかな、はい、ヘビーシック幡ヶ谷ですね、はい、9日、渋谷、またズンチャカ、渋谷ズンチャカ、ズンチャカ8号前、路上フェスティバルです。ああ、路上フェスティバル、ラフォーレ原宿。そうですね。ああ、そうなんですね。路上です。うん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 、はい、じゃあ9月11日は新宿ワイルドサイド、はい、ワイルドサイドね、ワイルドサイド、はい、14日も新宿スモーキンブギー、はい、20日神田、はい、イゾルデ、イゾルデ、はい、イゾルデ、はいはい、22日新宿クラブ、シエ、これなんて読むの、サイエンス、サイエンス、あ、C ね、うん、サイエンスね、うん、23日下北沢、うん、バーラックバラックブロックカフェ、はいはい、24日荻窪クラブドクター、クラブドクター、はい、私たちが出会った場所ね、はい、はい、ね、あ、結構続いてますね、はい、28もなんかの、あ、最後東京 DX さんっていう会社が、ええ、なんかアート系のイベントで、あ、そこで、あ、そういうのも合うね、はい、呼んでいただいて、ちょっとまだ時間とかはまだ未定なんですけども、うん、はい、なんかさっきね、ヨーロッパとかアメリカって言ったけど、うん、アジアもなんかジャカルタとか、こうなんかタイとか、あっちの方も全然いいと思いますね。うん、この楽器が国境がないとかね。はい、そう、僕ね、以前にその全世界、横浜にいるね、まあ、世界的にこう有名になった絵を描くね、ちょっとその障害があるんだけども、その女性がいて、そう、あさみちゃんっているんだけども、うん、その、まあ、世界からすごく注目されてて、うん、で、彼女とコラボレーションしたことあるのよ、はい、杉田劇場とかでね、へ、こういう音楽ってね、逆にその絵とか、そういうアートの世界とかっていうのはすごくいいかもね。今回、まあ、新しいアルバムを2人で今作ってるんですけども、うんうん、まあ、10曲全部自然界のテーマに作っていこうということで、うん、なるほどね、はい、コンセプトで、はい、雨とか風とか、雨と風とか、うん、波とか、火とか、火とか、うん、海とか、うん、はい、なるほどね、すごいね、うん、素晴らしい、素晴らしいですよね、うん、いかがでしたでしょうか。みんなに見てほしいし、そうそうそう、うん、まあ、こう、またね、今回向こうに戻られるのが、いつまで、10月の3日に一度帰国予定、はい、はい、うん、2人で、今日彼だけですね、うん、はい、あ、そこそこ、それでまた、またね、またカムバック、そうですね、また戻るか、ま、ちょっとまだ話し合ってるんですけども、はい、なるほどね、また戻ってきたいとは言ってるんですけど、うん、日本に、はい、まあ、でもグレビーはどうしたいの今から先。まあ、もうなんか世界中で演奏していきたいっていうのは、ね、はあ、まあ、すね、そうよね、羨ましい、うん、彼の夢ですね。うーん、オーストラリアの音楽状況ってどうなんですか。あ、どういうのが流行ってるとかってあります。オーストラリアンミュージックシーン、オーストラリアンミュージックシーン is very young、 very young、 and、not much variety、
So, あまり多様性はないみたいです。Lots of country, そこね、folk, pop, they, new music is hard for them to listen to. こういう新しい音楽あんまり受け入れられる土壌があんまりまだできてないみたい。割とフォークソングとかね、そういうが、まあ主流かもしれない。だから向こうでまあ彼が演奏してるとカバーやれよとかよく言われる。ああ、なるほどね。Other guy, tell you to play the cover. Yeah, they say, oh, play cover. そうだね。わかる気がするよね。馴染みのある曲を多分皆さん聞きたいのかなっていうのはあります。ああ、やっぱりね。そうかもね。だってあのこう。みんなが知ってるとか、ね、スタンダードな感じを、まあ、日本でもね、はい、求められるし、 それがこうヒット曲、俺もう40年やっててヒット曲はないのよ、はい、でもねないから逆に、はい、あの自分がなんていうかなヒット曲なくてね人に聞いていただけるっていうか、それも大変なことなんだけど、ね、はい、あの言われたこともあるよね、カバーやれって。いやでもね、でもやっぱり自分の世界、自分の世界っていうのがね、はい、あれば、まあ、僕はどっちかというとちょっと ブルースがとかフォークソングがこうルーツにあるんですけど、はい、あのそれはねそれぞれあって、もうオリジナリティがねその中から出てくればね、はい、素晴らしいと思うけど、はい、ヨーロッパとか合うかもね。ああそうです、あなたたちね、はい、素晴らしいですね、やっぱりね。ありがとうございます。メラさんは今度の CD 出たらしいじゃないですか。あのメラさんのね、これもフリーレコーディングなんですけど。そうなの、そうなの、ちょうど28年ぐらい前にやってたバンドの。そうなんだ。これね、あの前の前作と違って結構あのヘビーな3人編成のロックバンドで。ああ結構ね、もうロックあのね、すごい、うん、やんちゃおじさんになってきたぜ。ということでね、いろんなつながりがこうやって出てきましたけどもですね、今回びっくりしましたよ、ほんね、かなさんと一緒にやればやったら、そうそうそう、なんかラジオにどっか出るんだよっていう話したらしいよね。あ、そうですね、多分フェイスブックか何かで言ったら、ちょうど、ご存知だったみたいで、だから僕のこの番組とかは知らなくてさ、はい、それでなんか電話あって、はい、なんか金さんのあれ番組やんなみたいな感じでね、なんか君においでよとそう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 、しばらくね会ってなくて、でもそういう出会いがあったっていいよね。そう、あの前バスにも来てもらったことって。ああそうなんです、ね、うん、そうそうそう、あのね、あの山田君がドラム叩いてね、すごくなんかルビールームね、あのすごく外国の方多いよね、あそこも外国、ほぼ外国人。そうなんだ、うん、結構でもレベル高いミュージシャンがいっぱい来るから楽しいね。そうですね。あ、そうなんだ、はい、僕はまだあんまり東京慣れなくてさ、うん、あんまり渋谷行くと怖いからあんまり行かないんだけど。まあね、でもあの楽しみですよね、こうやってねつながるっていうことは。なんかあのお便り来てますでしょうか、松下さんの方から。はい、カノヨシロ音楽魂音中スタジオの皆様こんにちは、はい、うん、先週は高橋誠さんが最後の出演ということで超びっくりしましたが、はいはいはい、誠さんには今後のご活躍、うん、そしてたまにはゲストでの出演を楽しみにしています、うんうんうん、そして今週からカノヨさんととしみさんは新体制ですが、うん、お二人で大いに番組を盛り上げていただきたいと存じます、はい、さて話は戻り、8月6日に、うんうん、荻窪クラブドクターで写真を撮っておりました鈴木雅之と申します。あの写真、ね、素晴らしい、あの鈴木雅之さんでね、はい、この日は音楽魂の皆さんと、宇宙美俊勝さんが目的で伺いましたが、うん、最後に登場した今日のゲストのグレービートレインの演奏は驚きでした、うん、東さんの楽器が初めて見るものばかりだし、うん、ジェームスさんのギターを素晴らしく、お二人のポージングも絵になっておりました、うん、演奏もお二人でやっているとは思えないほど繊細かつダイナミックな音の響きでした、うん、お二人の今後のご活躍を期待しております、それから余談ですが、内海さんも一緒に歌っていた77音頭、うん、内海さんの隣で聞いておりましたが、うん、大いに盛り上がり最高でした、うん、あ、
ありがとうございます。あのね、内海さんもね、ナナナナって言ってくれてる、ね、こう手叩きながら言ってくれてる写真がね、あのなんか写真撮ってもらってて、はい、ああいうのなかなか撮れないよね。うっちゃんが客席で歌ってんだから、ね、あのキャロルの、ね、ナナナナって言ってるね。え、これ同じのがもう一枚。あ、じゃあ、これでもなんとなくトランスレートで分かる、彼に何となく伝えてください。はい、わかりました。うん、それでこれなんかこれもスタジオレギュラー陣の皆様、そしてゲストのグレイビートレインのお二人こんにちは。うん、8月6日のこれも写真を撮っておりました鈴木正之さん。あ、これまた来た。これなんかねダブってるのかな。うんうん、そうですね、皆様。ちなみに、うん、東様今日はどんな楽器をお持ちになっているでしょうか。はい、今日は、はい、ラブドラムと UFO、ハッピードラムと、とカホン、カホン、カホンですね。ハッピー、ハッピー、ハッピー、ね、HAPI、ハッピー、ハッピーね、うん。なんかハッピーとラブみたいでいいですよね、ね、響きがね。響きがいい。ハッピーターン、ハッピーターン、おかしいじゃないですか。ちょっとね、美味しいですけどね。うん、続けていきます？うん。それさ、今首に下げてるそのチェーンっていうの何に使うの？これはあのシンバルをシャラシャラシャラっと。それちょっとやってみる。このナムね、やってたね。ああ、これね。そうだそうだ。これがね、またかっこいいのよ。お風呂のチェーンでして。え、あ、それ、はい、あ、あるね、それは。お風呂のタブの。そうです。え、本当？下のゴムだけ取って。本当に？使って、はい、本当に。あ、本当だね、それ。そうです、ね。ああ、これは上手。はい、それはすごいな。外からもなんか見物の方がいらっしゃいましたら、ね、もう一回やってあげますかって。素晴らしいですね。すごいね。またね、こういうこうやってるところがね、うん、こうかっこいい、かっこいいのよ。かっこいいの。そう。だかっこつけてるわけじゃなくて自然になるんだね。うん、でこの前はほらクラブドクターちょっと暗かったから顔、うんうん、顔がね、うん、はい、はっきり見えなかったけれども、うんうん、本当にハンサム、あ、お二人ともこうね、びっくりしたわ、うん、ね、ありがとうございますよね父親本当に世界で活躍 できると思います。ね、ます、応援してます。ね、あの本当になんか、うん、なんていうかな、ビッグになっても来てください。そう、よろしくお願いします、ね、ぜひぜひ。でもまたこれがねご縁でね、また日本に来た時はね、はい、遊びに来ていただきたいと思いますけどもですね、グレイビートレインのお二人をね、今日はお招きしております。皆さんもね、あのなんかあちょっとあれ行きましょうか、お便り。あ、もう一個行きますか、うん、これはね、ミキさんから、博多のミキさん、うん、はい、皆さんこんにちは、うん、残暑なんていうレベルじゃなくまだ暑いです ね、 暑いね、台風もまたまた来ます、うん、これからも注意が必要な感じです、うんうん、しかし先週の突然の発表にはびっくりさせられました、させられました、うん、誠さんがいないってことはまだ心の整理ができていませんが、うん、オイラとしてはこれからも番組を応援する気持ちには変わりないので、はい、これからもよろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今日のゲストはグレイビートレインの皆さんですね、うんうんうん、Welcome to this program、うん、ありがとう。いろいろ考えたけどやっぱり日本語でいきますね。あ、今回は正直言って全く事前に動画も見られてないし、もともとギターはリズム楽器だって考えてるんですごく楽しみです、うんうん、今日は素敵な時間を過ごしてくださいね、うん、Break a leg、うん、考えたら今やインターネットで世界中に流れているこの番組なんで、うん、これからもインターナショナルになっていくかもしれませんね、うん、今日はリクエストはありません、はい、とにかく、今日を楽しみますねって、うん、ミキさんありがとうございます。ありがとうございます。あの、ね、本当にね、あの高島誠さんいないとね、あの寂しい、ね、寂しい。でもまあ疲れが取れたら帰ってきてください。まあそのね、あのそのほら、あの3人がね話が噛み合わないのよそこがいいっていう、全く盛り上げようとしない3人だからそれがね面白いっていう ね、 あ、視聴者の方、はい、たくさんいて、なかなかほらみんなあのまとめようとするんじゃない、はい、でもなんかわーって笑ってね、はい、それで終わるっていう番組、はい、グルメかなんかの話して、はい、そういう番組多いじゃん、はい、そうまとまんないのよそのまとまんない3人のね、あの感じがね、もうちょっとね、あのこのあの3人じゃないともう他できないから、そうそう、うん、誤解のないようにね、誠さんはね、うん、すごく忙しくなったんですよ。そうそう、あのライブ、やっぱ、ライブがね、朝早いから、あ、そうそう、前の日に入ると毎日ライブでも来てくれてたんでね、だから、ね、だからそれもあるんでね、ちょっとお休みしていただいて、ということでね、またね、あの、うん、落ち着いたら、ぜひ、コンバックしてください。そう、まず、ね、ゲストでね、うん、呼んで、それからね、ゲストに呼んで
ということでね、はい、まあ、ライブとかね、あのタイミング合えば一緒にやらせていただくということがありますけどもですね、楽しみにしておきますけども、皆さんもギターをお持ちで今日は、うん、今日はなんかじゃあ一緒にやってみますか、皆さん、はい、なんかあのね、この即席セッションで、あ、本当こういう感じでやってみますか。手大丈夫？指。大丈夫。あ、すごい。あ、指で叩くからさ、結構痛かったりするんだよね。あ、それすごいよね。じゃあやってみましょうか。はい。タイトルは何でしょうか。Park You Later という曲を。はい。Park You Later。はい。決まりましたねこれね、こういうあのね、あの、うん、ね、あの、まあ、こういうこう割とハードな感じの感じもね、そうですね、最初はこういうのが多かったんですけど、最近ちょっとああいう最初にやったような曲が増えてきたって感じで、はい、あのなんかね素晴らしいなと思う、はい、なんかあのこう例えばハードロックのバンドのね、はい、中にも入れる感じしますよ ね、この迫力はね、こう対バンさんで、うん、ハードロックヘビーメタル僕らハードロックみたいな感じのが多くて、はい、なるほどね、そのなんかこう、ね、あのなんていうかこうそのアコースティックサウンドのね、はい、そういう中ででもなんかこう重みがあるというかね、あ、でうん、なんかこうアコースティックのいいところが、ね、出てくる繊細な部分とそのね、
うん、まあエレキはね、エレキと古いか時代がね、すいません、いやエレキで、エレキエレキはもうボリューム上げればね、もうなんかガンってこう あれだけども、そのアコースティックの中のなんかこう力強さって、ね、はい、そういうのは、ね、最初にお会いした時もね、それ感じましたけどね、ありがとうございます、素晴らしいなとか思いますけどもですね、ということでね、もうあっという間の1時間来ますが、俺はなんか今日リクエスト来てないね、来てない、いいかもう、うん、俺やりましょう、いやいやいや、俺の曲は一緒にやりに来たのマジで、はい、あ、何じゃろうか、俺の曲とかでなんかできる、日本語で、何か、なんか、ね、そう普通のなんか、うん、これな、これ、あ、道っていうのがあるよ。なんかここ出てきた。出てきた。それやってみたいけど、俺、ちょっと、これ、チューニング変えなきゃいけない。それ、大丈夫？もう大丈夫。大丈夫？あ、普通に戻りました、多分。普通に、普通の俺感じだからね。はい、松下さん。チューニング、毎回全部違うチューニングでやってて。オープチューニング？はい。毎回違うんだね。そうなんです。そ、あとまあ彼のスタイル的に、なんかその中でいろいろ曲を見つけるみたいで、はい、うーん、はい、なるほどね。じゃあね、どうしようかな、松下さん、それで、コーラスを、いや、おそらくパーカッションが、パーカッション聞こえますもん、うん、聞こえると思う、はい、ちょっとやってみようか、うん、じゃあね、最後になりますけど、道という曲をね、やってみますか、これブレイビートレインとね、一緒に、嬉しい、All right.
そうね、楽しい楽しいね、なんかめっちゃ楽しい、ね、そういうことでね、グレイビートレイン今日はね、お招きしております。あとあのジェリー・メラね、メラさんの活動最近どんな感じなんですか、ね、僕はね、うん、今あのレコーディング始めようと思って今、うんうん、あの新しい曲をいっぱいできたんで、もう、あ、そうなんだ、うん、もう最近の曲をちょっと録音しようかなと思って、ただメンバー忙しいんですよすごく。ああ、そうなんだ、うん、今どういう人たちやってるんですか。あのね、ドラマ、うん、オーストラリア人なんですけど、へー、マイクって言うんですけど、うんうん、ドラムとギターだけで2人で、え、そうなの。そうなんです、ベースレスなんですよ。もうエレクトリックギターとドラマだけで、結構面白いよね。面白いですね。曲とかもなんか本当、うん、英語で全部書いてんの？え？英語で作ってるんですか？日本語と半々。あ、本当、うん、なんか日本語やっぱ綺麗だなと思って、やっぱり、うん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 、あの僕の友達センチメタルストロマンス嫌いなんですか？はいはいはい、特訓って言うんですけど、はいはい、あのアメリカ行って日本語でライブやったんですけど、すごい、うん、映像見たら盛り上がってて、うん、言葉関係ないなと思って、なんか、あ、うんね、いいバイブが伝われば、うんうん、なんか、そうそう、中野徳さんもね、今ちょっと、あのね、具合悪くてね、心配ですけどもね、うん、僕も一緒にやったことあるんですよ。あ、特訓ですか。うん、そうそうそう、一回ね、中川五郎さんと一緒に、うんうん、まあ、回ってて、うん、僕ゲストで一回呼ばれて、うん、一緒にね、うん、やらせてもらったこと あるんですけどもね、本当にね、一日も早くね、うん、元気になられることをね、思っております。お祈り申し上げますけどもですね、ということでね、ちょっと時間あるけど、なんかこう2人だけでちょこっとできたりする。あ、やめとこうか、すいません。綺麗な、まあ、チューニング変えなきゃいけないのか。あ、そうそうそう、大変だよね。バジ、Oh, yeah, sure. あ、大丈夫です。あります。でもちょこちょこっと、はい、ちょこちょこっと、うんうん、時間まで、ワンコーラス、あと、まあ、2分ぐらいしかないけど、2分、ちょっとショーバージョン、ショーバージョン、After コーラス、いやいやいや、Okay、じゃあちょっとやります。バジちょっと上げてもいいよ。はい、はい、You can turn up。Yeah、ということでね、最後になりましたけどもですね、はい、少しなんか、じゃあ少しだけちょっとやらせていただきます。グレイビートレインの2人です、はい。ということでね、本日のゲスト、グレイビートレインのお二人です。ケンジ君ありがとう、グレイビーありがとう、メラさんありがとう、またね、来週お会いいたしましょう。お相手は、松下と清水、金野志郎でした。動画の貴さんもありがとうございます、ありがとうございました、See you next time。 ハウリは菜の花が光を埋め尽くす。
しい。あの人は今はない。人の心が好きさ、無口の山に見る。季節は巡り